おはようございます。よくいらっしゃいました。昨日ですかね、ローマ法王と、ロシア正教の大主教というんですかね、一番トップの人が会われたというですね、記事が、出来事がありました。その前にはローマ法王は、イギリスの聖公会の教会でミサを挙げたということもあったんですね。このローマ法王非常に活発な方で、そしてこの教会の一致というかね、そういうことに非常に腐心しておられるなということで、まあ、ただそのカトリックとギリシャ正教が力を合わせるその目的は対イスラムであるというようなことは言われていて、まあ、それはどうかなとは思うんですけどね。なんかそのイスラム教とキリスト教が対立してるっていうようなことが何かこの構図としてこう見えているっていうのは、まあ私は個人的にはあんまりなんか戦争、この今ね、そのイスラムの地域といわゆるキリスト教の地域が、まあ、テロだとか戦争とかしてますけども、そのこととその宗教は直接は関係ないことなので、なかなかその、まあ、それは報道の仕方かもしれませんけどもね、その宗教と戦争がこう関わっているかのように捉えられるとしたら、せっかくのこのカトリックと1000年ぶりだそうですね、このカトリックとロシア、ギリシャ正教のこうトップが会うというのはですね、まあ、実際にこの世界の、まあ、いろんな動き、そのね本当の部分というのはまあ分かりませんけれども、まあ、そうやって同じ主を信じる、同じそのキリストを信じる人たちがね、まあ、一つになるということはとてもそれは望ましいことだと思います。さて、今日はですね、完全な計画というテーマでお話をしたいと思うんですけれども、ちょっと先週までのお話を振り返っておきたいと思うんですね。先週、先々週とヤコブの話をいたしました。でヤコブという人はアブラハム、最初にこの主なる神の声を聞いたのはアブラハム、その息子がイサク、その次の3代目にあたる人ですけれども、双子であってその弟だったんですが、非常にこのずる賢い、狡猾というんでしょうかね、まあ、知恵の回る人でしたが、まあ、どちらかというとひ弱な人でした。でもその知恵を用いて兄をから長子の権利を奪い、また父を騙して、この祖父から続く祝福のその系図というか、そこにこう自分が入り込むというようなことをした人なんですけれども、まあ、結果的に兄に妬まれて一人で放り出されてしまうんですね。でもそこで彼は、祖父の神であり父の神である主なる神から直接声を聞き、まあ、啓示を受けて、そこでこの主なる神との、まあ、個人的な、関わりが始まるんですね。その後彼の叔父であるラバンという人のところに行って、約20年間一生懸命この働いて、11人の子供を設けてですね、あのひ弱だった、ヤコブも、まあ、こうなったかどうかは分かりませんが、たくましい、そして責任を抱えなければならない、人になっていった、ね、で、あまりにも彼の勢力が大きくなっていったので、このおじラバンの家の者といさかいが起こるようになってですね、でヤコブは自分はふるさとに帰りたいと、いうことに申し出るわけですね。で、しかしふるさとに帰るということは自分を殺したいほど憎んでいた兄エサウに会わなければならない、この大きな、まあ、チャレンジをですね、彼はに向かっていくわけですね。でもともと非常に知性の発達した人ですから、たくさんの贈り物を準備して、
しかも自分の群れをいくつにも分けて被害を最小限にとどめて、それで兄に会うというようなことを考えて、いよいよ明日はという時に主の使いが現れてですね、彼と格闘すると。で、最後の最後にもものつがい、股関節をですね打たれてしまって、これ先週の話ですけどね、股関節脱臼になっちゃうんですね。で、足を引きずりながら兄に会わなきゃいけない、もう何もそれこそ逃げることもできない、戦うこともできない状況の中でしたが、兄エサウはヤコブを許してですね、彼と固く抱き合って感動の再会という、まあ、こういうお話だったんですね。で、この間のヤコブの変化をですねグラフに表したんですね。 100% 私のオリジナルですよ、聖書には書いてないんですけども、この上はブルーのは知恵のラインですからね、もともと知恵は結構ありましたから、はい。でラバンの家に行ってですね、こうますます知恵は進んでいくんですね、もうマックス100までいきます、はい。で肉体の方はどうかというとですね、もともとゼロですから、ところがラバンの家で、20年間働いてですね、これもマックスいきます、100までいくんですね。でところが野木で股関節脱臼でガクンと落ちるわけですね、でそのまま兄貴に会うと。で精神の方もですね、もともと弱かったんですけども、やっぱりこれはベテルのあの孤独の恵みがあったり、おじさんのところでのいろんな苦労があったりして、そこそこ鍛えられている。でも彼がの中で一番伸びたのは信仰なんですね。もともと主なる神は彼の父の神であり、おじいちゃんの神でしたけど、彼の個人的な神ではありませんでした。でもベテルで個人的に声をかけられて、そしてラバンの家で苦労するたびにですね、この主なる神の祝福を思い出して、まさにこの主なる神に対する信仰がどんどんこの成長していってですね、そして最後兄と出会う時にはもうしっかりとこの主なる神に対する信仰が確立していったんじゃないかというんですね。これはこのヤコブの成長カーブなんですね、完全に私のオリジナルですけど、さあその後どうなっていったかというとですね、ヤコブは兄エサウとの感動の再会の後、あの夢を見た場所ベテルに住み着くんです。やはりあそこは、彼が主なる神と直接出会った記念すべき場所なので、そこを彼は大切にしてね、ベテルに住み着くんですね。でそこで彼が最初に何をしたかというとですね、ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った、お前たちが身につけている外国の神々を取り去り身を清めて衣服を着替えなさいと言ってるんです。ラバンの家で、妻4人と11人の子供を得るんですが、当然多くの使用人とか、召使いとかそういう人たちも得るわけですね。まとめてこのベテルにやってくるわけです。で主なる神と個人的に直接関わっているのはヤコブだけなんですね。で他の人たちは当然そのラバンっていうのは住んでいたのは全然離れたところですし、その地域にいろんな神様がいて、だから日本で言えばいろんなこのお守りを持ってたりですね、なんかこういろんな像を持ってたりしたんだと思うんですよ。でヤコブはこのベテルに住む時に、私たちのこの家族の神は主なる神お一人だと目に見えんかもしれんし、あんたたちは知らんかもしれんけど、俺はここであの神様に祝福の約束を得てラバンのところに行ってこんなに多くの祝福を得たんだと、だからこれ以外の神様をあんたたちに持ってほしくないんだと言ってですね、みんなからその神を取り除くわけです。でキリスト教というのはその唯一神で、なぜキリスト教が日本で受け入れられないかというと、キリスト教はその排他的だと、もうちょっといろんな神様に寛容であっていいんじゃないかって日本人は言うんですけども、もうそもそもこのキリスト教というか聖書の神様は神様の方から声をかけてるんですね、アブラハムに対してイサクに対して。なので他の神様を
神様とすることはありえないんですよ。これすごく重要なところなんです。人間が考えたらあれも神様これも神様になるかもしれませんけれども、聖書の神様は神様の方からアブラハムよと言われ、イサクよと言われ、ヤコブよと言われてるから、他の神様もう入る余地がないんです。あくまでもこの個人的なものなんですね。でそれは直接声を聞かなかった人たちにも同じだと。ヤコブは当然自分の妻たちや子供たち、使用人たちにもそう言ってですね、それ以外の神々を排除させるするわけです。これが後にモーセの十回のね第一回につながっていくんですね。でそこで神様はまたヤコブを祝福されます。神は再びヤコブに現れて彼を祝福された。神は彼に言われた、あなたの名はもはやヤコブとは呼ばれない、イスラエルがあなたの名となると。まあ、これは先週お話をしたイスラエルというのは、イスラは戦う、エルは神ですね、神と戦うものというような意味で、神の使いと格闘したっていうことがその背景にあるわけですけれども、まあ、この時からヤコブはイスラエルと呼ばれるようになって、このヤコブの子孫たちはみんなイスラエル民族と、いまだにイスラエルと呼ばれるのはここからなわけですね。でこの後聖書を見ると、ヤコブは兄エサウと共に父イサクを葬ったっていう記事があるんです、ね、それを読むと、あやっぱりお兄ちゃんとはちゃんと和解をしてね、2人で手を携えてお父さんのイサクを葬ったんだなっていうことがわかります。ここで一旦ヤコブの話はちょっと終わります。で次に出てくるのはヤコブの息子の一人ヨセフの話なんですね。この話はまあ聖書をご存じの方はよく知っておられるところなんですが、ここから長い話です。創世記の後半、部分3分の1ぐらいの話なんですけども、今日今からそれを20分ぐらいでやりますか、無謀な企画なんですね。本当はちょっとずつ丁寧にお話したいんですけども、非常に無謀ですが、ちょっと意識が飛ぶとすぐ話がもうだいぶ先行ってますから、でヤコブの11番目の息子ですね、ヨセフというのは。しかし、彼はこのヨセフにはヤコブには4人の妻がいて、ヤコブが一番愛したラケルという人の息子だったんです。ラケルはなかなか子供が生まれませんでしたけれども、最後の最後に、まあ、神様がラケルを憐れまれて、生まれた子供がヨセフでした。で、聖書にもイスラエルはヤコブのことですね、イスラエルはヨセフが年寄り子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった。もう可愛くてしょうがない、目の中に入れても痛くないというですね、他に兄貴が10人もいるんですけども、もう目に入らない、ヨセフばっかり可愛がってですね、ヨセフヨセフと言って、ヨセフには長い、そんなの着せたら兄貴に妬まれるのは分かってると思うんですけども、可愛がったんですね。そのヨセフが夢を見ます。これも有名な話ですけれども、最初に見た夢は穀物の束が自分の周りにいる束が自分の束を拝んでるっていうんですね。そして次に見た夢は、今度は太陽と月と11の星が私にひれ伏してると。兄弟だけじゃなくて、両親も自分に、太陽も星もひれ伏してるっていう夢を見たということを兄たちに言うわけですよ。もうちょっと頭良かったらそんなこと言ったらますます妬まれるだろうっていうことは分かるんですけども、ヨセフはその辺まだちょっとよく分かってないですね。で兄たちはそれを聞いて当然のことながら反感を買うわけですね。父に可愛がられて少しいい気になってたんじゃないかなと思いますが、兄たちはもう非常に腹を立ててですね、もうあいつを殺してしまおうという。聖書に出てくる兄弟大体仲悪いですね。なぜでしょうかね、カインとアベル、エサウとヨセフね、ヤコブ、そしてヨセフの兄弟、
して37章に、さあ今だあれを殺して穴の一つに投げ込もう、あとは野獣に食われたと言えばよい、あの夢がどうなるか見てやろうと言ってます。もう殺そうと、殺したら自分の前に束がひれ伏したというあの夢は実現しないことになるわけですからね。ところがそれを聞いておりました長男のルベン、さすがにちょっと心痛めまして、血を流してはならない、アレノのこの穴に投げ入れよう、手を下してはならない、殺すのはやめようと、穴に投げ込んどいて、そしたらまあもしかしたら死ぬかも、死ぬかもしれないからみたいなことをですね言って、で、後で助けようとしたんですね。ルベンはヨセフを彼らの手から助け出し、父のもとへ返したかったのである。ところがそれを聞いておりましたユダが、新たな案を提案します。いやいや、あれ売ろうじゃないかと、そしたら小遣いになる、悪いやつですね、弟を殺して血のその血は、まあ、殺すことを、ね、やめさせるという点ではいいアイデアではあるんですけども、血をその血を覆っても何の得にもならない、それよりイシュマエル人に売ろうではないか。イシュマエル人というとアブラハムがエジプトの女奴隷ハガルに産ませた子ですね。でイシュマエルはその後どうもこの母のつてを頼ってエジプトとの交易を始めたようです。そんなことは聖書に書いてないんですけど、そうかなとちょっと思ったりしますが、でイシュマエル人に売ろうではないかと。で、弟に手をかけるのは予想、あれだって肉親の弟だからと言ってですね、このヨセフをイシュマエル人に売るんですね。でこんな感じだっただろうという想像図ですね。これは、上は真ん中で派手な着物を着ているのがヨセフで、兄たちに束が私にお辞儀したって言ってですね、でこの下はこのその晴れ着を奪われてですねイシュマエル人に売られてるところです。こんな絵がねインターネット上に山ほどあるんですよ、はい、もちろんその日本人が描いたんじゃないですね、アメリカ人かどうかね、キリスト教の国の人が、まあ教会学校で使うんでちょうどいいんですけど、で金を払ってますよね、で哀れヨセフはエジプトに売られるわけですけれども、ヨセフ、ヤコブ、父ヤコブはですねヨセフが死んだと思って悲しみに暮れます。兄たちはヨセフの晴れ着にヤギの血をつけてね、持って帰るわけですよ。 お父さん あなたがヨセフにあげたあの晴れ着が血みどろであれのに、ありましたと、もしかしたら野獣に食われたのかもしれません、大嘘ついてですね。で父ヤコブは、ああもう私もあの子のところへ嘆きながら黄泉へ下っていこう、父はこう言ってヨセフのために泣くわけです。これまでもいろいろあったヨセフなんですけど、ヤコブなんですけれども、この息子が死んでしまったかもしれないということで悲しみに暮れるんですね。ところがヨセフは、まあ、ご存知のようにエジプトに売られて、そこでですね、最初に雇われたのがエジプトの王の侍従長、一番こう、ね、側近で働いていたポティファルという人のところですね。そこでヨセフは才能を開花させてですね、非常に重く取り立てられるんですね。でもイケメンだったんですね、でポティファルの妻に言い寄られるわけです。昼メロみたいなことがね起こるんですよ。聖書の話はですね、ものすごいこうリアリズムがあってね、でヨセフはもちろん正しい人ですから、この妻を寄せつけない。そうすると奥さんの方はむしろ腹を立ててですね、あいつがパレスナから来た奴隷が私に、暴力を振ろうとしたとか言ってキャーとか言ってですね、で哀れヨセフは投獄されるんですね、捕まえられちゃって。ところがその牢屋の中で、
ファラオに仕えておりました給仕役と料理役の夢を解いてやるんですね。ヨセフはもともと夢見る人だったんですが、この夢を解く人になっています。もちろんそれは神様がヨセフに知恵を与えて、解かせてくださっているわけですけれども、最終的にはですね、この彼らの二人の夢の通り、料理役の方が殺されて、給仕役の方はまた元の仕事に戻されるんですね。ところがこの給仕役はヨセフのことをすっかり忘れておりました。しかし2年の後って、こう41章の頭に書いてあるんです。2年間何も起こらなかったですね。ヨセフはずっと牢獄で、おりましたけれども、ファラオが、エジプトの王様が夢を見るんですね。でこの不思議な夢の意味がわからない。でエジプト中探してもこれを解いてくれる人がいないっていう時に、給仕役が自分が牢獄にいた時に夢を解いてくれたあのヨセフのことを思い出してですね、王様、私が忘れておりました、あの牢獄で私の夢を解いてくれたのがおりますと、言って、でヨセフは王様のところ連れてこられてですね、ヨセフがこの夢を解くと。でそれを聞いたファラオがですね、ヨセフの方を向いて言ったと。神がそういうことを皆示されたからには、お前ほど聡明で知恵のある者は他にはいないであろう。お前を我が宮廷の責任者とすると言ってですね、牢獄の握られていたあのヨセフがなんと国の責任者に、まあナンバー2になるんですね。ものすごい V 字回復ですねこれね、でもここでもちろん話は終わりません。エジプトに飢饉が起こるんですね。でこれはヨセフが解いた夢の中で出てきた話ですね。これから数年間の激しい飢饉があると、どうやらこの時期にエジプトを含むあの地中海沿岸、あるいはアフリカのあたりまで非常にこう激しい干ばつがあったようです。雨が降らなかったんですね。そのためにエジプトばかりではなく、ヤコブがいたあのパレスチナの地域も雨が降らなかったので飢饉になってしまった。そこでヤコブ一家も困りましてですね、でどうやら聞くところによると、エジプトには穀物があると。それはヨセフが王様ファラオの夢を解いてですね、これから激しい飢饉があるので穀物を国で買い上げて蓄えましょうと進言したんですね。でそのおかげでエジプトは大豊作があったんですけれども、それを大切に取っておいたために世界中からこの穀物を求めてやってくるようになった。でヤコブもその話を聞いて、息子たちにエジプトに行ってぜひ穀物を買ってきてくれと、そうじゃないと飢え死にしてしまうからということで、行かせるんですけれども、ヨセフを除いた11人の息子のうち、ベニヤミン、ヨセフの後で生まれたベニヤミンは、行かせなかった。ヨセフはもう死んでしまったかもしれないから、ベニヤミンまで奪われたらもう自分はたまったものではないということで、ベニヤミンは行かせなかったんですね。で、10人の兄たちがヨセフのところへ、行きまして、ヨセフの前にひれ伏すんですね。あれはかつて見たあの夢の通りでした。ヨセフはうわー、あの夢の通りのことが起こったなと思ったでしょうね。すごい不思議だったと思います。兄たちがひれ伏して、兄たちは分かりません、もう何年も経っておりますし、エジプトのナンバー2になって立派な格好してますから、あれがかつてね、殺そうとしてエジプトに売ったあの弟とは思えません。でもちろんヨセフは分かりますよね。でヨセフはでもここで、あ、お兄さん私ですって言わないんですね。かつてみたいにあのすぐにこんな夢見ましたみたいなこと言わないんですよ。やっぱりそれなりに苦労してますからね、ちょっとあの知恵が進んでいるというか。でヨセフはそこに自分の実の、まあ、実の弟とか同じ母の弟であるベニヤミンがいないということに気づいてですね、ぜひ会いたかった。それで
一計を案じてですね、一人の兄を人質にして、で次に来る時には必ず弟を連れてこいというわけですね。で、兄たちを帰らせるんですけれども、父はベニヤミンを行かせたくないですよ、当然。でも飢饉は収まらない、食べるものがなくなる、それで仕方なく43章でベニヤミンも行かせるんですね。でヨセフはベニヤミンと会い感動します。ああこんなに大きくなったのか弟が。ところがヨセフはですね、急いで席を外した。男と懐かしさに胸が熱くなり涙がこぼれそうになったからである。ヨセフは奥の部屋に入ると泣いた。感情をあらわにしないでですね、ここでは抑えて、で、みんなを帰らせるときに、この袋の中にベニヤミンの袋に銀の杯を入れておくんですね。そして後から手下に、探しに行かせて、ベニヤミンの袋から銀の杯が出てくる。お前泥棒だって言うんですね。でベニヤミンを捕まえる。ところがそれを見たユダが、あのかつて20枚で売ったあのユダがですね、何卒この子の代わりにこのしもべをご主君の奴隷としてください、ここに残し、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてくださいと言ってですね、取りなすんです。ユダもいろんなことがあったんでしょうね、まあ、人の親にもなっておりましたでしょうし、それで、ヨセフに取りなすんですね。でそれを聞いてヨセフは初めて、兄さん私ですと言ってですね、自分の身を明かすと。感動の再会。なんか私がペラペラ喋ってるので全然リアリティがなくてね、実際この辺になんか劇団かなんか、ぜひろう者の皆さんのね、ろう者劇団にやってもらいたいですね、これね、いい話ですよ。で、ヨセフは自分の身を明かした、明かすと同時にですね、とても大切なことを言います。今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。私を売ったことでお互い責め合っちゃいけませんよ兄さんたち。いやこれね、神様のね計画だったんですよと。そう言って、ヨセフは、まあ、兄たちを慰めてですね、感動の再会を果たすわけです。で兄たち家に帰りまして、お父さんのヤコブに、ヨセフがまだ生きてます。これちょっと違和感ありますよね。エジプトに売ったのは自分たちですからね。ここで本当はね反省しなきゃいけないところですよ。お父さん実は、私どもが売ってしまいましたんですが生きておりましたって言わなきゃいけないんですけど、そこは隠してますね。ちょっと細かいこと言うと、生きていますと。しかもエジプト全国を治めるものになっています。父は気が遠くなった。彼らの言うことが信じられなかったの。ヤコブはまあ本当に嬉しかったでしょうね。人生でこれほど嬉しいことはなかったんじゃないですか。ヨセフがいなくなったという話を聞いて、あの血のついた晴れ着を見た時に、もう最もおそらく人生で最高の悲しみを、彼はもう奈落の外に突き落とされるような悲しみを経験したと思いますけれども、ここでまた、最高の喜びを、やっぱり人間のこの感情っていうのは、嬉しかったり悲しかったりっていうことがこう繰り返される中で耕されていくっていうような感じがしますね。それをヤコブはここで経験したんだと思います。そして兄たちと共にイスラエルに参りまして、ヨセフと再会する。さらにヤコブ一家はエジプトに住み着いてですね、エジプトの宰相って、このその漢字間違えてます、これはこの宰相ではなくて大臣の意味の宰相なんですけど、ヨセフの一家は厚遇されて、ゴシェンというですね、家畜を飼うのに最も適した土地を与えられて、何不自由なく暮らし、そこでドカーンとこの人口爆発が起こるんですよ。まさにこの神様の空の星のように、あるいは地の砂のようにと言われたアブラハムの子孫が爆発的に増え広がるという話なんですね。これまず想像図ですけどね、上の方はこの兄たちがやってきてこのひれ伏しているところで、下の方はヤコブがヨセフとね
感動の再会をしている。あんなのつけてたとこ分かりませんけどね、なんかエジプトっていうとこのツタンカーメンみたいな、ことを思って書いてるんだと思いますが、まあいずれにしても、長い話を短くしてお話をしましたけれども、結局ここで何が言いたいかというとですね、この出来事はもう始まる前から完全に計画されたことだということです。そうじゃないですか。まずヨセフに夢を見せる。兄たちが束が、あるいは星が自分を拝むという夢を見せる。ヨセフはそれを軽率に兄に話して、で殺されそうになるけれどもエジプトに売られる。でもエジプトに売るというところにちょっとイシュマエルが噛んでるとか、また面白いんですけどね。エジプトに売られて、エジプトで、牢に投げ入れられるんだけれども、そこで夢を解いたことによって最終的にファラオの夢を解いてエジプトの大臣になる。でちょうどその頃に大飢饉が起こって、ヤコブの一家も飢えるわけですね。で兄たちがエジプトに行きます。ですぐにそこでヨセフは我が身を明かしません。でも兄たちが確かにこの変えられているということを確認して、最終的には自分の身を明らかにしてですね、で、ヤコブ一家がエジプトに移住し、そこで飢饉を避けてですね増え広がっていくという、ものすごく巧妙なというかね、本当に完全にして偉大な計画ですよ。なぜこういうことが起こったのか、起こる必要があったのか、そこが重要なところです。これはですね、最初にも言いましたけれども、主なる神はアブラハムに声をかけ、そしてイサクに声をかけ、ヤコブにも直接声をかけられましたが、その12人の息子たちには直接祝福の約束をされないんですね。もうここから莫大広がっていくんですよ。だけれどもこの12人の息子たちがいずれはそれぞれの部族の長になるわけですけれども、その家族全体に主なる神はどういう神であるかということを教えなきゃいけないんですよ。この家の神というか、この神はもうすごい神だと。そのためにですね、この一家全員がこの不思議な出来事に関わらせて、だからこの出来事に関わった家族は全員ですね、この神はすごい神だなと思ったはずですよ。イザヤ書にこの有名な言葉があってですね、これは今日の御言葉として挙げている言葉ですが、天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると。こう、私というのは神様ですね。神の道、神の計画は私たちの道、私たちの計画よりもはるかに高い、天が地を超えて高いようにはるかに高い、もう全く、まあ、レベルが違うというか次元が違うんだと。私たちは、まあ、私たちが考えられることや願っていることはですね、まあ本当に小さいことです。私たちの知識や経験で分かることっていうのはもう大したことありません。もう神様の知識からすればですね、まあクズ、ゴミクズみたいなもんです。それなのに我々はですね、自分であれこれ考えて、こうしよう、ああしよう、こうしたい、ああしたい、これがいいんじゃないか、あれがないんじゃないかと思ってるんです。神様から見たらですね、いやもうそれこそ肩払いたいというか、何をまたねあれこれ考えたり悩んだり願ったりしてるんかと、私が考えてることはそんなことじゃないよと、私の思いはそんなところにはないよと、これね常に問われてるところなんですよ。私たちの思いは神様の思いではない。神様の思いははるかに高いところにある。そこをいつもね自覚してなきゃいけないんです。まるで自分の願いや自分の思いが神の思いや神の願いと一致しているというふうに思っちゃいけません。もちろん我々は神の思いや神の願いに近づきたいと、その御心にかなうものになりたいと思ってますが、
わずかに近寄ることはあっても決して同じにはならないんです。はるかに高いんですから。だから逆に言えば、まあ休む、その安い考えはね、休むに似たりで、ね、大したことないのにね、あれこれ考えたり悩んだり心配したりすることの方が愚かなんです。まあ神様が最高のことを私たち一人一人の人生において考えてくださってるんですから、だからもうそのことに信頼をして信じてですね、まあそれぞれは役目を果たしていかなければなりませんけれども、でもだって私たちは明日のことすらわからない。1週間のこと、1ヶ月先のこと、1年先のこと全くわかりません。でも神様は全部わかっておられて、一番最初にヨセフの、ま、に夢を見せた時から、この最後にヤコブ一家がエジプトで増え広がるところまで全部わかってるんです。天が地を越えて、天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く越えている。どうぞ覚えてください。その神の道、神の思いの中に私たちは生かされてるんですね。少々いろんなことがあってもね、まあ全然気にする必要ありません。まあ必要ならば牢獄から大臣にすることだってできるんですよ。エジプトの王様ですよ。エジプトの王様に夢を見せて、そのエジプトの王様さえ、まあ、今でいうともうアメリカの大統領とソ連の大統領を足して2で割ったような、もう世界最高の位にあった人さえ神を動かすことができる。あるいは人間の妬みさえ用いられる。その神の完全にして偉大な計画の中に私たちはあるんだということを覚えていただきたい。最後にこの大きな計画の中でやっぱり神様は個人的に扱っておられますね。ヤコブ、ちょっと精神的に私の評価では低かったんですけども、この我が子を失い、また得るという大きな、試練の中で彼も精神的に鍛えられたんじゃないかなと思いますね。兄たちも弟を妬んで殺すような了見の狭い兄だったんですけども、最後にはね、我が身を犠牲にするというところまで深い愛情に育ってる。ヨセフも火のない人と言われるんですね、でも私から言わせるとちょっとやっぱり彼も軽率でね、ちょっとお父さんに可愛がられすぎてたとこあったので、まあ、でも晩年彼も自分の発言に責任を持つようになって、言ったんじゃないかなというような、まあ、いずれにしてもこれ実に、偉大な計画の中でヤコブ一家一人一人は主なる神への恐れは大切なんですよ。私たちはこの神様に作られて生かされているものなのに恐れが足りないんですよ。神を恐れてない。ちょっと下手に科学が進歩したり知識が発達したりインターネットでいろいろ知られるようになったもんだから、私たち自分の愚かさをちょっと忘れてます。過信しやすいですね。所詮土くれなんですね。そのことを忘れちゃいけない。神の思いは、その道ははるかに高い。私たちはその中で生かされているんだ。神を恐れ、神を信じるということの中に、私たち一人一人は実は本当に神の器足りうるんだということですね。この、まあ、ヨセフのお話、ヤコブのお話を通して学ぶことができるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの身の回りにいろんなことが起こっておりますけれども、あなたはそれを全てご存知です。そしてその一つ一つのことを通してあなたの計画を実行なさいます。私たちの計画ではありません。しかしそのあなたの道、あなたの思い、あなたのご計画は、実は私たち一人一人にとって最も願わしいものであるということを
今日のヨセフのお話を通しても私たちは知りました。神様、私たちは何も知らないのに、わずかな知識や経験を持って高ぶったり、あるいは何か分かってしまっているかのような錯覚を持ってしまいやすいものであります。どうぞ悔い改めて、本当にあなたの完全にして偉大な計画の中に私を入れてくださいと、高ぶることなくあなたの前にへり下って与えられているその働きに邁進させてくださいと祈るものであらせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。